はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ということで、本日はですね、150フルオートなんだけど、結構注目を浴びてるキャラクターがいます。それがこちらのアレーティア、最終上限解放されたアレーティアなんですけれども、かなりね、古戦場で優秀であると、150L で、まあ、かなりパワーがあるキャラクターでいいねということで注目を浴びているんですが、まあ、今回はメインアレーティアと、あとそれに付随してね、ちょっと触ってたらね、メルーが強えんだよ。これマジで。メルーのパワーを感じたんで、ちょっと今回はこの太古の二人組だよね。キャラクターの順番リストで見てみると、もう本当にアレーティア、メルー、カリオストロ、アルルメイヤ、ジークフリート。ジークフリートより前？そんなことがあるという、そんぐらいのね、太古の二人を使って、ちょっと戦っていきたいと思います。もう一人は最新キャラクターのサティロスでーす。サプチ系なので、頑張って取りましょう。そんな感じですが、はい。メルーの性能は、敵対心アップを持ちながらも、1アビだね、攻撃アップ、弱体無効、クリ率アップ、会心再生。で、3アビが吸収プラス土追撃確定 TA ということで、トリプルアタックで敵をぶん殴り続けるっていう、まあ、アタッカーだな。うん。扇を使った時にインペリテリ、3アビが自動発動するっていう効果も相まって、まあ、連撃率がすげー高いアタッカーとして運用できます。まあ、割かし最近というか、新しい時に、最終上限解放されたキャラクターの印象なんですが、まあそれと同時にですね、パワーが大きく上がっておりまして、はい。トリプルアタック時に戦士の丈利レベルが上昇、レベルに応じて防御、火ダメ軽減、敵耐震アップ、火ダメの奥義ゲージ上昇量アップ、強化効果が無効化されない。敵が強化効果を無効化してくるんで、まあこれがまず強化効果無効化されないで、ブロックできるのと、敵耐震アップによって後半多段プラス、水牢ですね。多段プラス水牢ってのがあるんだけど、それを敵耐震アップで他のキャラクターに行かないように受けてくれる。で、受けても回復してくれる。吸収効果によってね、回復できる。っていうことも相まって、結構今回のボスに対して有効だがありますね。これね、マジで強い。うん。で、次、アレーティア。アレーティアは、いっちゃん最近最終上限解放された土キャラなんですけれども、アビリティダメージの鬼になりました。鬼です！今日は、このアレーティアで、アリに食わせるではなく、どうも生物観察のミザです！今日は、人型をアレーティアに食べさせていきたいと思います！ということでね、ちょっと歯が2回発動、即時使用可能。奥義でね、即時使用可能がついたのがクソでかいっすね。はい。で、1アビにディスペルがついたことによって、50% 以降の、強化効果たくさんを除で、破壊していく。で、2アビに無属性ダメージ、火力がすごい上がりました。で、4アビ、がついたことによって、すげーアビリティダメージを4アビでもかませる。サポアビの奥義性能アップってのも今回のフルオートには優秀ですね。ということで、メルー、アレーティア、サティロスって感じ。わりかし後半にアレーティアが落ち気味の傾向にありますので、後ろから誰かを出します。最新キャラクター。死んだら。誰でもいい、後ろから出すのは。まあ、今回死んだらだけど、ナルメアーとか、クリスマスナルメアーとか、まあ、なんか強そうなやつ適当に突っ込んでおけばいいんじゃないかなと思います。まあ、今回はなんか死んだら有名だし、次のイベントでね、エトキャンがあるんで、まあ、今回はエトキャラの死んだらを採用してみました。うん。で、武芸勢こんな感じ。前回のなんか、前々回かな、マグラ編成の動画を上げたと思うんだけど、あそこと比べると、右下にガレオン城入れてたんだけど、HP 目的で、ユグ杖を採用しました。これでたくさん HP が漏れるね。やったね、ハム太郎って感じなんですけれども、かなりの HP プラス、ノーフェイス。バハブキの方がいいかな、どっちがいいかな、まあ、バハブキの方がいいか。メルー、アレーティア。メルーなので探検ですね。バハ探検、ブチコンディの、こっちの方が良さそうですね。バハ探検にしましょう。うん。こんな感じで行きましょう。HP を持って、より HP を高めました。なぜかというとね、アレーティア落ちるんだよね。35% 付近で。安定しねえなぁとは思ってたんで。まぁ、ちょっと今回 HP 持ってさらに安定度を増していくっていう感じ。ランバージャックプラスサティロスの構えがかなり強かったんで、まぁ、それで耐えれるかなって思ってる。うん。奥義効果で全体 HP 回復っていうのはやっぱ偉いですね。それじゃあ、早速やっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。それ以外は、前々回の動画のマグナ攻略編成と同じになってます。はい。メルーがね、いいんだよな。1アビ、2アビ、3アビ、4アビ、
アレイティアのダメージが強いからベンヌユミとかがあるといいね。ベンヌユミ今回ないけど、ベンヌユミ入れてあげると、火力が大きく伸びる。そう、 HP が高ければ高いほど余ダメージアップの効果はあんまり生きないんですよね。なんでかっていうと、このあのアビリティが多段、たくさんアビリティを打つっていうキャラクターじゃないから、アレイティアは。なんだけど、第2スキルでアビダメ上限を持ちながら、余ダメージアップがあるので、まあアレイティアを採用していると、まあ結構アレイティアにベンヌユミを採用しているとかなりダメが伸びる印象だね。まあ今回は安定重視でそんなの入れてないんですが、はい、攻撃を受けて、ピロリン、1アビ2回発動、いいよ。アビダメ回数、ランバージャックと組み合わせることでアビリティダメージの回数も稼ぐから、ワンちゃんが、よく泣きますな。ワンちゃんがよく泣くな。最初にさ、サティロスの3アビ1回プラスミゼラブルミストのみになってるから、ワンちゃんの累積ダウンが意外と嬉しいのかな。うん、そんな時にね、ワンちゃんが発動するのは大変いいような状況なんじゃないかなと思ってるんだ。白人無視、これはもう特殊技2回受けちゃいますね。しゃあないっすね。うん、でチェインブースト、85% 特殊受けた後 CT マックスなって食らっちゃうんですが、まあただメルーは耐久力重視キャラなんで、まあどうにか耐えてくれるでしょう。余ダメージアップ、火ダメ上昇。火ダメ上昇エロいんだよな。火ダメ上昇きつくね。なんかさ、サティロスをやっててすげえ思うんだけど、火ダメ上昇バフがね、一番きついかも。ほら、受けるダメージが上昇。縮めてても残り2ターンだから、この受けるダメージが上昇する状態ついた状態で、コンボくる早いアレティア。1000万ダメージ、割と適当こいててもね、1000万ダメ出るんで。アクアラナキラ、タッちゃんも準備万端だよ。どどどどどどど、ほら今さ、ほら見て、メルーとさ、サティロス以外ついてないでしょ。水牢効果、メルーとサティロス、サティロス1アビの敵対心大幅アップと、メルーのサポートアビリティの敵対心アップによって、他の2人に攻撃がいかねえっていう。そう、攻撃がいかないんだよね。そう、めちゃくちゃ他のキャラクター、メインアタッカーに対して攻撃をいかないことでアシストできる。で、結構、ナルメアとかを俺は今まで採用してたんだけど、ナルメア採用してるとちょっと非ターゲット食らってる方が嬉しいんだよな。発想レベルが上がるから、非ターゲット時にニアビが自動発動するよっていうナルメアがすげえ強いんだけど、敵対心アップしてると、ナルメアに攻撃が行きづらいシーンがあるんですよ。そこら辺と比較すると、アレーティアって絶対攻撃食らいたくないの。そう、もう純粋アタッカーで非ターゲットによる結果が HP が減るしかないんだよね。攻撃知っていますか？ターゲットになると HP が減ってしまうんです。ということで、小泉構造をぶちかましたところで、アレーティアはそこら辺考えると、ただただ攻撃を食らいたくないタイプのキャラなので、メループラスサティロスでブロックしてあげるのがかなり調子良かったっすね。さあ、アビリティ封印を食らいました。まあ、これは仕方ないですね。ただ、サティロスがいるので、アビリティ封印も最小限に、最小限ってかゼロやね。最小限の最小限、もはや無やね。最小限、って言った時にゼロを含むのかどうかというのは、僕は含まないと思うんですが、いかがでしょうか。最小限だねって言ってゼロ、無だからな、なかなか難しいところだ。さあ、奥義ゲージが100になっていく。 HP は今 55%。 さあ、 50% に踏み込んでしまうと、 50% に踏み込んでしまうとデバフが消えてしまうので、今のうちに 50% 突入しないと、アレイティアがアビリティダメージで 50% に突入して、デバフが消えた瞬間に、デバフが消えた瞬間に、おお。デバフが消えた瞬間に特殊食らっちゃうから、あんまり旨味がないんだけど、頑張りましょう。はい、もうちょっと火力あったらさ、ミゼラブルミストが間に合ってたね。はい。ちょっともったいない動きをしたのかもしれません。もう少し火力がある装備。まあ、それこそベンヌユミじゃない？ベンヌユミを入れてあげると、なんかかなりパワーが上がりそうな雰囲気を感じました。ここがいっちゃ痛い！ここがいっちゃ痛い！ここアレイティアマジで落ちないでくれ。いや、今回、いや、これアレイティア落ちるぞ、21000は。
頑張れ俺のノーフェイス、おう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 。ちょっと装備的にタイミングが悪かったっすね。まあこうなってくるとメインアタッカーその2、死んだら行け。こいつも強い。こいつもね、後ろから出してくるとこの構成にはわりかしぶっ刺さってんだよな。奥義を打つと1アビが1アビの1アビ2アビのリンクアビリティが即時使用可能になって、うん、でサービによる火力もあるということもあって攻撃を食らいたくない純粋アタッカーという意味ではアレーティアに次ぐような性能をしております。後ろから出してあげるといやらしいエッティな、悶絶者なね女の子なのでアクアナナキラ、いい感じになってるんではないでしょうか。アレーティアね、だからやっぱちょっと HP 欲しいんだよな。今みたいなことを考えると。アレーティアがね、やっぱ真っ先に落ちちゃうから、おじいちゃんだからちょっと介護してあげないとね、なんか人型には人型というものがおっての、戦時中じゃったの頃。まあ結構ね、厳しいような印象なので、しっかりとおじいちゃんを介護してあげる必要が世の中には存在します。悶絶者だよーん。虎髪を舐めるなよーん。まあ結構ね、結構裏からシンダラもね、優秀なんだよね。うん。裏からシンダラが出て、ちょっと待って、これ見て。見てこのメルーの HP。そう、バケモンなんだよな、メルー。普通にバケモン。こんな HP 高く保って、未だに生きているという事実。これにね、驚きを隠せない。メルーマジで優秀なんだよな。で、シンダラの話だな。シンダラは、攻撃を食らいたくないキャラクターになってるんだけど、攻撃を他のキャラがしっかりと受けてくれるっていうアレーティア状態ですね。うん、アレーティア状態で進行できるからバリ強い。さあ 20% の特殊技なんですが、おめでとうございます。サテュロスの1アビによる敵対心大幅アップが今起動しておりますので、そこら辺を考えると 20% の特殊技も美しく受けることができそうな予感がします。メルーとサテュロスの敵対心アップコンビによってヒュージシングスが飛んできても安心して、生存いただけますと。タラソフォビュー、ゴボ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 ゴ。さあ 20% きますよ。キコリ、インペリテリ、グラビティ、エングレイブカウンター、あ、エングレイブカウンターが合わさってしまいました。 20% に、おめでとうございます。エングレイブカウンター2アビが合わさることによって、これで全部サッチャンとメルーに敵対が行きますので、他のキャラクターの HP が減ることはありません。サッチャン HP が減るのはサッチャンだけ。そしてサッチャンメルーにはなんと火ダメ軽減のね、トリプルアタック時に順に効果を得る防御アップみたいなのがありますから、こんな感じで耐えることが可能なんですね。そして耐えてしまえばこちらのもの HP 吸収効果がありますから、 HP をピロ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 ン回復していくことが可能になっておりますと、防御アップ、火ダメを軽減、敵対心アップ、火ダメ時の奥義ゲージ上昇量アップ、強化効果が無効化されない状態ということで、メルーのトリプルアタック時によるバフはすでに最大に達しているんだぜと、うん、すげえなんか一人だけアタックできてくるから、まあ前々回の動画で言うところのナルメアみたいな、そうアタッカーなんだけどかなり体力を保ってくれるからいいよねみたいな枠の防御力に振りより振り込んだ形っていうイメージかな俺の中で。サテュロスのメルーは、まあ HP 回復してくれるし、ニアビで攻撃受けてくれるし、まあただニアビの攻撃ってあれでしょ、全体攻撃は普通に受けないと思うから、うん、まあ他のキャラクターを完璧に守りますぜって感じではないけど、ほんのり耐久を高く保ってくれる別キャラのね。結構主人公の HP とかもギリチョンな、まあそんなギリチョンでもねえけど、まあ割かしうっかりしたら落ちそうぐらいの気持ちなので、まあこうやって、メルが守っていくのも大変よろしおすな感じなのではないでしょうか。ピロ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 、残り HP2%、 これでほら、あということで討伐完了しました。メルーがねすげえ多分ダメグラフ出てると思うんだよな。ほら見てこれ、いやまあアレーティアが生きてたらアレーティアが多分結構一回り出てたと思うんだけど、まあメルーと主人公がやってましたね。主人公はアビリティダメージ、通常攻撃カウンター、その他
その他1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、なんだ、なんかその他ってあったっけこいつ主人公がその他ってあったっけ。え、アビリティダメージ、あの木こりの歌のアビダメってその他換算？え、だってさ、無属性とかないよね。多分木こりの歌のアビダメがその他扱いになってるっぽいかな、どうやら。ああ、なんだけど、まあその他のダメージがかなり高いですね。主人公が思ったよりダメ出てんのが意外だった。何にせよサティロスで他の3人のキャラクターをバフしてこうやって動いていくっていう動きは結構良かったんじゃないかなと思います。討伐タイムは9分42秒、早いとはお世辞にも言えませんが、まあわりかし安定していたのではないでしょうか。ここからじゃあ誰かしら抜けますよ、抜きますよってなった時に誰抜くってなったら、多分ね、まあちょっと耐久に難ありなアレーティアをナルメアにしちゃうかな、俺の場合だったら、うん、とか思うんだけど、何にせよこのイニシエより伝わりし2人のキャラクターが今でも使われているっていうのは、使えるっていうのはかなり面白いなと思いました。まあアレーティアは結構注目を浴びてたので特に言うこともないかなと思ったんだけど、メルーがねすごい強かったんで大変よろしおすだったと思います。はい、まあ、もしちょっと使ってなかったよっていう人いたらぜひとも触ってみてください。メルーねマジで強い。はい、そんな感じでございました。参考になれば幸いでございます。またお会いしましょう。じゃあ、ね、バイバイ。